Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 9月30日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。9月30日生まれの方は、繊細な理想家タイプで、感受性が豊かですが、すごく繊細な方です。誰しも理想を掲げて生きていますが、その理想の世界で生きていきたいと思っているくらいです。人とは少し違った形で、自分の人生に対して向き合っています。繊細すぎるあまり、普通の世界で生きていくには少し弱すぎる面も持っており、その上最も愛を大切にしています。愛を大切にすることは悪くありませんが、疑うことを知らないのかもしれません。世の中の人がすべて善人ではありませんが、世界は愛で溢れていると感じています。その繊細さは日常生活を生き抜く上ではデメリットになってしまうこともあります。しかし、芸術の分野では豊かな才能として発揮することもできそうです。想像力も豊かな方ですので、他の人ではできない表現ができます。絵や音楽などで自分を表現してみてください。優しい声を使って歌を始めてみることもおすすめです。そして、空想的な世界に生きているように見せて、意外と分析家な面も持っています。知識欲もあり、自分を冷静に高めていくこともできる方です。心配性すぎることが人生の後半では欠点になってしまいますので、注意してください。22歳までは良い人間関係を築くことが人生のキーワードになっています。その上で自分の中の創造性を高め、お金儲けに備えて学ぶ時期になります。コミュニケーション能力を若いうちに磨いておけば、将来的に役に立ちます。23歳になると再び自分を変えたいと思うようになります。今まで自分が身につけてきたことに疑問を感じたり、ある程度手に入れることができたと思うかもしれません。自分を見つめ直すタイミングなのかもしれません。50歳を過ぎてしばらくすると転機が訪れます。今までよりも自分の視野を広げていきたいと思うようになります。今まで関わらなかった分野との出会いが気になってきます。旅行をしたり、人とのコミュニケーションを積極的に行うことで、刺激を受け、その刺激があなたの人生に新しい刺激を与えてくれます。そんなあなたの裏性格は、激しさを秘めているタイプで、積極的には自分を表現しないのかもしれません。傷つきやすく弱々しい印象がありますが、実は心の奥底に激しい感情を秘めています。その激しさを外に向かって表現することができなくて、もどかしい気持ちを抱いていることも多いようです。第三者には見えないかもしれませんが、家族のようにごく親しい身内に対しては、不機嫌さが目立つこともあるかもしれません。しかし、この激しさは悪いことではありません。すべてを愛に変えて表現することもできます。人に対して愛を与えることができ、その愛はすごく強いものとなります。人のために与えることができる方ですので、誇っても良いほどです。ただし、少し独りよがりになってしまうこともありますので、注意してください。愛が伝わっているのか確認するだけではなく、押し付けになってしまうこともあります。急に現実を実感して、相手にされてないように感じて、孤独を覚えてしまうこともあるかもしれません。あなたの勢いは素晴らしいものですが、相手との温度差を作り上げてしまうこともありますので、注意してください。愛は素晴らしいものですが、時には重く迷惑なものになってしまうこともあります。仕事運、社交的で親しみやすい雰囲気を持っているということもあり、周囲の人たちと仲良くすることができますので、一人で仕事をするよりは集団に混じってチームとして仕事を進めていく方が向いています。感受性が豊かで芸術肌でもありますが、仕事に対して一番を求めることが楽しさのようです。お客さんを楽しませることも大切ですが、まずは自分が楽しいと思えることが大切なようです。楽しく仕事をすれば周囲の人たちも同じように楽しくさせることができると感じています。あなたの優れた才能があれば、面白くないことでさえも面白いようにアレンジすることができます。成功を望んでいますので、誰よりも働くこともできます。
身を粉にして働くことができる方ですので、望んだ目標はすべて手に入れることができるかもしれません。幼少期から鍛えてきたコミュニケーション能力の高さから、サービス業などにも向いています。自分も楽しめる仕事を選んでみることがポイントになっています。恋愛運。恋愛においてストレートに愛情表現をしたいと思うタイプで、何よりも愛が最も大切なことだと思っています。相手のことを好きだと思えば、素直に表現したいと思う方ですので、好きな人のことはすぐに周囲にもバレてしまうタイプでもあります。わかりやすい方ですので、それが可愛いと言ってもらえることもあります。愛を表現するときには、思い切り表現することも多く、少し押し付けがましくなってしまうこともありそうです。逆に、自分の気持ちの中に嘘もなく、ストレートな方ですので、それが受けることもあります。愛は形がないからこそ、人によって表現方法が違います。だからこそ、パートナーとの気持ちの温度差ができてしまうこともあります。それによって悩んでしまうことも少なくありません。芸術性があり、愛情表現の方法も独特かもしれません。また、その愛と同じように愛をパートナーにも返してほしいと思っています。そういったことから、愛情の温度が同じぐらいの人を相手にする方が良いのかもしれません。愛情表現が乏しい人と恋をすると、辛くなってしまうことも多くなりそうです。お互いに同じように愛情をストレートに表現することで満足することができるようになります。表現方法がマンネリ化してしまうと飽きてしまいますので、少し刺激をプラスしても良いと思います。安心と刺激は反対側にあるように見えて、実は両立する気持ちなのです。以上、9月30日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。